横浜航空ソヨカゼ号墜落事故は、1972年5月30日に発生した航空事故である。不定期便を運航する横浜航空は当時、北海道内の自治体から補助を受けて、道内のローカル線に不定期便を就航していた。同社が所有する、総発レシプロ機、セスナ 402A、ソヨカゼ号はこの日の午前9時7分に、門別空港を離陸し、 1> 約1時間後に札幌飛行場に到着する予定で有志会飛行方式にて飛行していた。午前9時42分に滝川市上空を通過したことを札幌飛行場の管制塔に連絡した後、通信が途絶え行方がわからなくなっていた。その後北海道警察と自衛隊による捜索活動が開始され、午後1時40分頃に自衛隊のヘリコプターが 札幌飛行場から北東約4 0トルのカバト群月形町の文館山の山頂下に墜落した機体を発見、その日の夕方までに乗客8名、乗員2名の合計10名の死亡を確認し遺体の収容を得た。原因については飛行中に局地的悪天候となり、機長が飛行区域の地形を把握していないまま飛行を続けた。結果、機体が 山腹に衝突したものと推測されている。なお、横浜航空は事故から2年後の1974年、日本近距離航空に吸収合併されている。ありがとうございます。